皆さん、こんにちは。ゆっくりしていってね。任天堂より1986年12月19日に、ファミコンのディスクシステム用ソフトとして発売されたシューティングゲーム。主人公ピットを操作し、メデューサを倒しエンジェランドを取り戻すのが目的となっている。アクションゲームであるが、ステージによって縦スクロールや横スクロール、探索アクションやシューティングなど、目まぐるしく内容が変わるのが特徴となっている。ストーリー。遥か光の彼方の世界エンジェランドは光の女神パルテナと闇の女神メデューサによって収められていた。しかし、人間に対してひどい仕打ちを行うメデューサに怒ったパルテナは、メデューサを醜い怪物の姿に変えた上で冥府界の奥底へと追放する。逆恨みしたメデューサは冥府界の魔物たちを束ね、三種の神器を奪ってエンジェランドを制圧する。パルテナも終われの身となり、エンジェランドは魔物の徘徊する世界と化してしまった。パルテナは最後の力を振り絞り、冥府界の牢獄に幽閉されていたパルテナ親衛隊隊長である飛べない天使、ピットを解放し、弓矢を与えて最後の望みを託す。こうして、パルテナを救いエンジェランドを、メデューサの魔の手から解放するため、ピットはメデューサ率いる魔物の、軍勢に立ち向かうことを決意するのであった。主人公、ピットを操作するジャンプアクション。十字ボタン左右で移動、下でしゃがみ、上で上を向く。A ボタンでジャンプ、B ボタンで弓矢での攻撃。上を向きながら B を押すと、上に攻撃する。弓矢の射程は短め。砦面でセレクトを押すと、武器が弓矢からトンカチに変わる。弓矢に戻したい場合はもう一度セレクト。トンカチはハープというアイテムを取ってストックしたトンカチを使え、弓矢よりも攻撃力が高い。なお、トンカチは消耗品である。ライフ勢。体力がなくなるか穴から画面外に落下するとゲームオーバーとなり、エリアの最初から全4面。ステージごとに内容が目まぐるしく変わるのが特徴。1面の冥府界と3面の天空界、はアイスクライマーのような縦スクロール面。足場をジャンプで乗り移りながら進んでいく。画面の端から先に移動すると逆の端に繋がっているというアイスクライマー同様の仕掛けがある。2面の地上界、はスーパーマリオブラザーズのように右に進んでいく横スクロール面。1面から3面は4つのエリアに分かれており、ゲームオーバーになったり中断してもクリアした次のエリアの最初から再スタートできる。1面から3面の4つ目のエリアは砦であり、ゼルダの伝説の迷宮のように固定画面が繋がった迷路となっている。迷路の奥にいるボスを倒せばステージクリアとなる。砦面で途中石化しているイカロスというキャラはトンカチを使うと助けることができる。助けたイカロスはボス戦で援護してくれるが、一度ボスの攻撃を受けるとそこで援護は終わるため、いまいち頼れない。4面の天空の神殿、は2面と同じ右に進んでいく横スクロール面だが、
先の3ステージのボスを倒してそれぞれ手に入れた3種の神器によってピットは殻を飛べるようになったため、シューティングゲームのようなゲーム内容に変わる RPG のような成長システムを持っているのが本作の特徴。面の途中にはドアがあり、中にいることで様々なパワーアップやそれに繋がる行動ができる。宝の部屋というボーナスステージ。ハートを5個使用費してこう、打つとハートやトンカチが出現し、1個アイテムを取るまでこう、開けていくことができるが、この中に1つだけ混じった貧乏紙を引くとそれまで開けたこのアイテムは全て入手できなくなってしまう。ただし、最後に貧乏紙の子を開ければ、点で売られているような高価なアイテムが手に入る。敵を倒すとハート、1、5、10個が出てくる。ハートはお点でアイテムを買う通貨として利用する。点には通常のお点と闇屋があり、後者は通常のお点より高い代わりに、貴重なアイテムが手に入ったり、主要の部屋で手に入ったアイテムがある敵に、盗まれた時にここに売ってあったりする。主要の部屋では敵が大量に、ピットに襲いかかる。これを乗り切ると弓矢の射程が伸びるなどの強力なアイテムが手に入る。敵を倒すと加算される得点には経験値としての側面もあり、エリアをクリアした時にトータルスコアが一定以上なら体力がアップし、神様の部屋に行った際に手に入った得点が一定以上なら攻撃力がアップする矢をもらえる。4面の最後にいるメドゥーサを倒すとクリアとなりエンディング。エンディング時のステータス、コンティニューを使った回数、最大ライフ、入手した矢によってピットの姿が変わる。バリエーションはメトロイドと同じく全5種類。問題点、操作性がやや悪い。ジャンプでの着地時に歓声がかかって横に滑るという癖があり、この歓声は着地時に上を押すことでなくなる。このため、慣れないうちは狭い足場から踏み外して、落ちてしまうことが多い。薄い足場で下を押すと降りられるという操作があるが、その下に足場がないような場所でもこの操作ができるため、うっかり下を押すと自殺行為となってしまう。最初の面、メイク界が、一番難しいという極端なゲームバランス。画面が縦にスクロールしていくとは、先に述べた通りだが、足場に乗り移るのに失敗したりして、画面外に落下した場合、今まで進んできたところに戻されるのではなく即死して、ゲームオーバーとなってしまう。最初のステージからピット1人分の幅しかない足場を乗り移る場面が数多くあり、操作性の悪さもあって多くのプレイヤーが何度もやられちゃったを拝むために、最初の面なのでピットは初期状態、攻撃は貧弱、体力が少ない割に敵の攻撃も激しめで、やり始めてしばらくは落ちる以外にもライフが尽きて死ぬことも少なくない。前述の通りスコアに応じて体力が増加していくので、通常の攻略では1、1と1、2での地道かつ単純なスコア稼ぎが求められる。ステージスコアは一度ゲームオーバーになるとリセットされるため、ゲームオーバーを繰り返して体力を増やすという力押しもできない。加えてデータの保存が行われるタイミングがゲームオーバー時なので、1、1で地道にスコアを稼いでも道中で死んでしまうと苦労は水の泡である。次の面の地上界は横スクロール面、一面に出てくる難敵である死神やそれに匹敵する敵が出てこない上に、落下死の心配が少ないため、一面よりはるかに楽。また1、4でハートを稼ぐ、ついでにスコアを稼ぐのにも適したエリアがあるため、ここでハートを稼いでアイテム購入に備えておくと今後が楽になる。2面以降は1面以上の難所はなく、先の面に進むほど簡単になるというゲームバランスが面白いという声も多く見られる。最終面をクリアすると勝手にセーブされて初期状態になり、また最初からプレイすることになる。
点。上述のようなシステム上の難点はあるが、決して全体の作りそのものが雑というわけではない。ステージ構成や敵キャラの特徴がしっかりと形作られている点は、アクションゲームとして評価に値するだろう。田中ヒロアによるディスクシステム音源を使った BGM は評価が高い。ステージ1で流れる行進曲下での BGM が特に人気が高く、本作を象徴する曲となっている。おバカ要素。ギリシャ神話をモチーフにした世界見にそぐわないバカゲームと要素の数々。ゲームオーバーの際、プレイヤーを小バカにするような間抜けな BGM と、共に画面に表示されるやられちゃったの、文字。本作を象徴するフレーズとして、語り草となっている。死神という敵がこちらを、発見した時にも間の、抜けた BGM が流れる。特定の敵が投げてくる、ナスビ、に、当たると、ピットがナスビ化してしまう。そして呪いを解除するのが、病院。中にいると看護婦が出てくる。ナスとナースをかけたダジャレ、さらにナスビを投げてくる敵の、名前がまんま、ナスビ使い、呪い自体は攻撃ができなくなるという深刻なバッドステータスなのだが、ナスビに足が生えているように、見える外見もそうまってギャグにしか、見えないのが笑いどころ。古典ではニコンのマイクに喋って、アイテムを値切る裏技がある。しかし、場合によっては怒鳴られて逆に、高く売りつけられてしまう。アイテムとして拾えるクレジットカード。闇屋でアイテムを付けて買えるというもの。体力回復の部屋にあるのは、温泉。色が黄色で油のように、見えるため、ナスビ状態で入ったプレイヤーの、誰もがナスの天ぷらという言葉を、思い浮かべた。各所に大きめのハートを、落とす多数の敵が出てくる部屋、敵の、巣。があるのだが、そこで出てくる敵はパーティグッズ花眼鏡のような見た目のその名も、メガネ花案。上述の通り ED は5パターンあるが、最低の ED がなんと、メガネ花案になってしまうという、なんとも滑稽かつ放われないもの。メトロイドに似た敵、コメと、2種類でコンビを組んで出現する、フィル、と、コリンズ、などのパロディ要素も、しゃがみ歩きの概念があるのだが、その際しゃがみ姿勢のまま一切足を動かさずに移動するという、あまりにも気持ち悪い移動をする。当然、ナスビ状態でも可能。その際足が見えなくなるため、ナスビそのもの。さすがに気味が悪いのか、スマブラ X に参戦した際にはしゃがみ移動自体しなくなってしまった。以上のおバカ要素が良い意味での、コメディマと世界見を形成しており、理不尽とも思える難易度の、高さも笑って許せると思えるような妖的で、明るい雰囲気を醸し出していた。総評。様々な任天堂作品を、寄せ集めた作り、良質な BGM や独特の、ゲームバランス、各所の笑える演出などが、印象的な作品だが、逆に言えば、大きく話題として取り上げられる点がそれらの、ゲーム性以外の外掘り的な部分くらいにしかないというのも、事実だろう。ただのつまらない本作ではないキラリと、光る個性を持っているのだが、攻略に必要な淡々としたスコア稼ぎに、加え、癖のあるゲーム性やステージ構成に、起因する難易度の高さが、ゲームそのものに対してマイナス気味な印象を、与えてしまったようだ。その後の展開。NES 版ではローカライズ以外にも、代償様々な変更点がある。海外では人気が高かったようで、ゲームボーイで続編が出ている、キッド、イカロス、神話と、怪物たちの物語。こちらは現在 3DS の、バーチャルコンソールでプレイ可能。GBA のファミコンソフト復刻版シリーズ、ファミコンミニシリーズ、第3弾タイトル、2004年8月12日発売、の、1作。主人公ピットが次に登場したのは、1990年11月、F1 レース、のこと。ただ、その登場はグランプリモードで、優勝した時にレースクイーンに、混じって祝福してくれるというちょい液程度の、扱い。そしてこれを最後に実に10年以上も、表舞台から姿を消すことになる。2008年、主人公であるピットは、大乱闘スマッシュブラザーズ X に参戦。本来原作に忠実に、
キャラクターが作られるはずが、ピットだけハマるで完全に、別人状態の美少年キャラか。通称、整形の奇跡、しての登場となった。桜井氏曰く、ゼルダの伝説、のリンクが、長い時間をかけてデザインを、変えてきたように、数段飛ばしてピットも現代風に、リファインしたらどのような姿になるかと、デザイナーが苦心した結果である。2012年、スマブラ X の、ピットを、主人公にした新作、に、光神話、パルテナの、鏡、が 3DS で発売。これに合わせて、3DS にもサンディークラシックスとして、本作が移植されている、2012年1月18日発売600円、開発、ありか、オリジナルでは一式だった背景に、絵が描き込まれたり、当時の操作性を再現したオリジナルモードと、操作性の改善や矢が連射可能になるアレンジモードが、加わっており、最終面とエンディングの、演出が海外版準拠になっている。本編に関しては、本作におけるギャグ表現を最大限に発揮したコメディテイスト全開の作風になっている。2018年8月2日発売のメイド、イン、ワリオ、ゴージャスのプチゲームの一つとして登場している。2019年3月13日に、任天堂スイッチのオムニバスソフト、ファミリーコンピュータ、任天堂スイッチオンラインに本作が追加された。2019年4月12日に、光神話、パルテナの鏡、3種の、神技バージョン、が追加された。長き2000って人気や知名度は、せいぜい、謎の村飴しろ、とどっこいで、国内では、丹北刺し名だった本作が、長き時を経て再び大舞台への仕上がったのは、あらゆる業界を見渡しても、本作以外にはなかなか見られない例であろう。余談。本作の CM は見た目60、70歳くらいのおじいさんが、夢中になってこのゲームを、プレイするうち、メデューサの呪いにかかって、石化してしまうというユーモラスなもの。概要。ファミコンディスクシステム用に、発売されたアクションゲーム。ステージによってスクロール方向が、変化する要素があり、高い難易度とギリシャ神話を、モチーフにしつつ多様のギャグが、盛り込まれた珍妙な世界に、時にユーモラスに、時に勇壮かつおおらかなメロディラインを、奏でる BGM が特徴となっている。ゲーマーの意見。ナムル、意見。良い点、星テーマ曲は印象的です。星取り出線は面白い。星駅に立たないけど仲間を解放すると、一緒に戦ってくれる。星温泉で回復なのがいい。星マイクで値切ったり値上げされたりする。星最終戦はピットくんが、パワーアップしてるので楽しい。もっと早くこれにして欲しかった。いや、豪すぎるかもしれないが。悪い点、星これで全て台無し。今まで通ってきた場所なのに、画面外に落ちたらアウト。なんだ、過去は振り返るなとそう言いたいのか。星やられちゃったじゃねえよ。総合評価、今まで通ってきた道なのに、画面外に落ちたらアウト。これはやってみたらわかりますが、相当ストレスです。砦に着いたらまあ安心します。海外では人気あるみたいっすね。ボンちゃん、意見。良い点、メトロイドと並び称されるハズレのない任天堂 B 級アクションゲームの代表作。悪い点、ゲームバランスそのものについては盆逆以下にすぎる。総合評価、OP サウンドについては神的素晴らしさです。できれば、本家ディスクシステム版の FM 音源で聞いてほしい。数々のネタとしても、旧来のゲーマー間では現在に、至るまで語り継がれている面白おかしさ。楽しいよパルテナ、ED まではすごく難しいけんども、レインボー猫、意見。光の天使、ピットくん、となって、女神パルテナを石にした黄金を、倒すべく、光の神器を集めていくという、アクシ
ション ADV。ファミコンディスクシステムで、任天堂がリリースした、アクション RPG とか、アクション ADV とかの、シリーズ的な、作品の一つ。系統としては、ゼルダの伝説、メトロイド、の、系統にいる。早い話が、ファンタジー版、メトロイド、というゲーム。ラストステージ以外、バックがほぼ真っ暗で、陰気な雰囲気バリバリなのも、そう感じさせる。クリア条件によって、時間、アイテム数、コンティニュー数、エンディングが、マルチに変化するというシステムといい、部屋上に区切られた迷宮や、強制スクロールするステージで、敵を倒しつつアイテムを集め、先へと進むところが、もう、メトロイド風味。実際のところ、難易度は結構高く、敵の攻撃は容赦なく、強制スクロール画面で、足場から落ちるとダメージを受け、天使のくせにろくにからも飛べず、武器は大して強くならず、攻撃力の高いハンマーは有用な上に、射程が短くて、かつ、操作性はメトロイドやスーパーマリオに、及ぶべくもない、と、うっかりプレイするとクソゲームと、思ってしまう。実は、やり込み要素の高い、クロート向けゲーム、だったりする。マルチエンディングを見るためだけに、マップを覚え、敵の動きを見切り、完璧な操作技術を身につけるか、という、ゲームであり、決してとっつきやすいものではない。なお、ラスボスはものすごく弱いです。途中の砦の中ボスの、方が何倍も強い、当たり判定や、攻撃の避けやすさで、途中経過、迷宮攻略、と、結果、マルチエンド、のみを、楽しむゲームで、ラスボスと戦う楽しみは、ほとんどなし。初めて黄金を見ると、その大きさに驚いたりするが、実際はゴミ同然のため、すぐに飽きる。どれだけ自分の技術を高めることに、喜びを乱せるか、そこが楽しさの分かれ目です。なお、裏技で、ニコンのマイクに叫ぶと、点で安くしてもらえることがある、高くなる場合もある、というのが、マイク技だけを見ると、なんというか、ゼルダの血も引いているような気がしますね。634、意見。まるで悪名高いクソゲー中の、クソゲー呼ばわりされる、トランスフォーマー、コンボイの、謎、をライフ制にしたようなゲームでした。主人公のピットくんがどうにもならないくらい弱く、敵の耐久力が高く、落っこちれば、やられちゃった、という表示が、待っていました。この文字には一発で泣いちゃいました。宣伝でメデューサが言えた高橋和の声で、お前も石におなり、と言っていた覚えがありますが、TVCM で石化したじいさんハマりで、難易度の高さで石化する全国のディスクユーザーを暗示していたのかも、知れません。小、ボスよりも雑魚が強い、ゲームバランスが悪い。通過一面が難しすぎて、それ以降の面が簡単になってしまった。味方のイカロスは駅に立たない、イカロスと、呼んだ方が良い、という形だったし、アクションゲームとしては、任天堂の中では珍しく、ハズレだったと言えました。多分、これの失敗が響いたのが、原因かもしれません。任天堂が後のアクションゲームを、マリオ、RPG をゼルダという具合に、統一し、他、のアクションゲームを発売することが、なくなっていったことなんかも、そして、本作もゼルダやマリオと違い、それ以降の任天堂ゲームでは続編も、作らなかったし、ピット君をはじめとした本ゲームの、キャラクターたちを、他のゲーム作品に登場させなかったことからも、そんな本作の失敗が伺えます。消しゴム。意見。この作品の最大のセールスポイントは、左右、真上に攻撃可能なこと、十字キーとボタンを使ったジャンプと、操作性は良く、プレイヤーの力量が素直に反映されることです。作品の内容は、縦と横のスクロール、迷宮を織り込んでて、スコアに応じたレベルアップ、敵を倒してハートマークを集めてステージ内にある洞窟の点でアイテムを買う RPG 要素を盛り込んだ作品です。最初の縦スクロールステージでは凍りついて滑る足場、プレイヤーキャラがやっと乗れるほど狭い足場を使ったジャンプアクションが要求され、敵キャラの攻撃もいやらしいのに、加えてスクロールして消えた部分に落ちるとミスになるスクロールアウトまで採用するなど、妥協が一切ありません。
コンティニューも、ステージ内の各エリア通過した時点でなければ、ステージ最初からプレイしなければならず、レベルアップするために進むペースを、抑えなければならないと、機能面は、快適と入れなかったことが、個人的には不満でした。Thank you.
you
you
Thank you.
What?